こんにちは、北九です。今回はスチールティンバースポーツデザインの限定ガイドバーを手に入れることができたので、それについて少し話していきたいと思います。それでは今回も最後までお付き合いのほどよろしくお願いします。スチールのティンバースポーツ限定販売のガイドバーが手に入りましたので、それについて少し話していきたいと思います。ただのこれ限定販売のガイドバーではなくてですね、ライト04っていうガイドバーがスチールの本国の方では発売されてるんですけども、そのガイドバーにこういうティンバースポーツのペインティングをしてるような、ペイントしてるようなガイドバーになります。これは40センチ16インチのですね、325ピッチ 1.3 ミリゲージのガイドバーになります。今までもですね、こういうライト04ではなくてですね、スチールにも325ピッチの 1.3 ミリゲージのガイドバーってあったんですけど、ライト04とはちょっと違ってですね、ちょっと既存の325ピッチのガイドバーとほぼ同じ厚みっていう風な感じですね。ガイドバーのこの幅がですね、ドライブリンクの厚さが 1.3 ミリなんで、その 1.3 ミリここが薄くなってるだけっていう感じになります。でそれと違ってですね、このライト04のガイドバーは新しいその325ピッチ 1.3 ミリゲージの装置ですね、スチールからも今度出た 23RM Pro、 23RS Pro の装置用に多分開発されたガイドバーだと思います。このライト04っていうやつはですね、これオレゴンなんですけども、これオレゴンのスチール用のガイドバーになります。これも40センチで325ピッチの 1.3 ミリゲージ装置用のガイドバーになります。でオレゴンとかハスクバーナーはですね、もう以前からあのピクセルっていうチェーンの名前でもう20年、25年ぐらい前から販売しててですね、新しいタイプの装置っていう感じで販売してて、でスチールも今度は325ピッチの 1.3 ミリゲージに全く新しいチェーンを出してきたということになります。ちょっとですね、ここでちょっと訂正があるんですけども、以前ですね、私325ピッチの装チェーンの話をしてて、ピクセルタイプですね、325ピッチの 1.3 ミリゲージがもう世界的にはあの7割ぐらいシェアを取ってるっていう話をしたんですけども、その時もですね、あの私あのメーカーさんから、メーカーの営業の方から聞いて、え、それ逆じゃないって思ったんですけども、一応あ、そう、世界ではそうなってるんだって思ったんですけど、やはりですね、世界でも 21BP タイプ325ピッチの 1.5 ミリゲージがのシェアの方が約7割あるみたいです。そしてその3割ぐらいを 1.3 ミリゲージがそのだんだんシェアを取ってきてるっていうことになってきてるみたいですね。で私はもっと将来的には 1.3 ミリゲージの方がシェアを広げてくるんじゃないかなとは思ってます。でこれは確かな情報じゃないんですけど、ハスクバーナーの X カットですかね、 21BP タイプもひょっとすると出るんじゃないかなと思ってます。あ、これ言っちゃいけなかったかな、まあいいかな。あ、ここか。でそれではちょっとこれいろいろやっていきたいと思います。40センチのガイドバーって言ってもですね、全長はですね、これで言うと、48センチぐらいですかね。48センチ弱ぐらいになります。で、これは、47.5 ですね。475ミリ。これだと、478ミリ。オレゴンだと、473ミリか4ミリぐらいですかね、になります。でよくあの40センチのガイドバーとかでですね、こうやって埋まってるんで、ここから測ってだいたい40センチぐらいって思っていいんですけど、ガイドバーとか装チェーンをですね買いに来るとき、特に装チェーンなんですけど、ガイドバーの長さをですね測って、だいたい測ってこの長さだったって言われてもですね、もう微妙なんで、もうチェーンを買いに来るときはですね、装チェーンそのものを持ってきてもらった方がいいと思います。でそれではちょっと、はい、それではガイドバーのですね、まず一番最初長さ測ったんで、次はあのガイドバーの重さをちょっと測っていきたいと思います。ですね、実は今回この測りはですね、家の料理に使うはかりなんで、ちょっとそれ黙って借りてきました。バレると怒られる、食べ物のスケールでそんなもの測らないでくれって言われそうな気がするんでですね、ちょっとこれ置いてみようかな。
でこれで 0g ですね。でまず一番最初スチールのですね既存の、40センチのガイドバー 1.3 ミリゲージ用ですね、325の 1.3 ミリゲージ用を乗せてみます。735グラムです。よいしょ。そして、ライト04ティンバースポーツのペイントをしているガイドバーですね、665グラムで、次に、オレゴンのスピードカットバー620グラムですね。で次に今度はガイドバーの厚みですかね。これ以前325ピッチのところでも測ったことはあったと思うんですけど、ちょっともう一度測っておきますね。これでどうかな。4.2 ミリですかね。厚み 4.2 ミリぐらいですね。ティンバースポーツ限定のライト04ですね。これ塗料が厚く塗られてるんでちょっと厚み増すかもしれないですね。あ、マジ？ 4.2 ミリだ。え？え？そうなん？4.2 ミリですね。ライト04も。いや、これ塗料の分なのかな。いや、私もっと薄いと思ってました。薄いんじゃないかなと。じゃあスピードカットは？あ、もう触っただけでなんか薄そう。こっちの方が。あ、やっぱり薄い。3.8 ミリですね。3.8 ミリですね。もう一回ちょっと測り直します。持ち上げようかな。よいしょ。4.2 ミリなんですよ。そしてこれが、でもなんか触った感じ薄いような気がするんだけどな。見えるかな。4.2 ですよね。スピードカット。3.8 なんですよ。たった 0.4 ミリなんですけど、自分が想像していた厚みと違ったのでちょっと動揺してますね。そうなんだ。そうなんですね。私はこのライト04っていうのはガイドバーの厚みをこのスピードカットとかですね、ハスクバーナーのピクセルガイドバーの方に近づけてると思ってました。この厚みをですね、この厚みを、だからこれも 3.8 ぐらいあるの、 3.8 ぐらいの厚さだと思ったんですよ、ここが。で、なんで私がこのここの厚みのことをとやかく言ってるかっていうとですね、私ちょっと実際に木を切ることってほとんどないんですけど、うちのお客さんの方からですね、ガイドバーの厚みって結構こうたった 0. 点何ミリのあれでも違うみたいなんですよ。要は何かっていうと、カッターの上刃がアサリが大きいものだったら別に問題ないんですけど、
要はピクセルタイプのチェーン、要は325の 1.3 ミリゲージ、スチールだと 23RM プロとか新しいチェーンですね。でオレゴンだと 95TXL で、ハスクバナだと SP33G とか、アサリがちょっと小さくなってるんですよ、普通の325ピッチよりですね。そうなった場合はこのガイドバーの厚みっていうのがですね、結構重要なんじゃないかなと。要はうちのお客さんが言うには、挟みやすいって言うんですよね。なんでちょっと違うのかなと思ってたんですよ。でお客さんが言うだけじゃなくてですね、オレゴンには、あの、私のもう10年以上書いた、前に書いたブログなんですけど、ですね、同じ325ピッチの 1.3 ミリゲージもですね、オレゴンで言うと 20BP っていうチェーンがあるんですよ。その 20BP っていうチェーンなんかっていうと、カッターはですね、21BP とか 22BP とかと同じカッターで、ドライブリンクだけがですね、1.3 ミリゲージ、1.5 ミリゲージ、1.6 ミリゲージと、違うんですよ。でその中の 1.3 ミリゲージの 20BP っていうタイプのガイドバーとですね、要はオレゴンの 95TXL のガイドバーと別だったんですよ。325の 1.3 ミリゲージのガイドバーが、厚みが違うガイドバーが2種類あったんですよね。要はですね、だからガイドバーメーカーも2種類の325ピッチのガイドバーを出して、 1.3 ミリゲージ用のガイドバーを出してたんでですね、ガイドバーの厚みっていうのが重要なんだろうなと思ってたんですよね。ですからこのスチールのライト04っていうガイドバーが出た時は、こっちが今までの325ピッチのカッターでですね、ドライブリンクだけが 1.3 ミリゲージのガイドバーなんですよ。このガイドバーよりもライト04は 23RM プロに合わせたガイドバーだと思ってたんで、アサリが小さくなったチェーン用にこれ薄いと思ってたんですよね。これとこれを比較してもこっちの方が薄くて、オレゴンとかハスクバーナーのように 3.8 ミリぐらいだと思ってたんですよ。この、あ、違ったんですね。ああ、挟みやすくないのかな。じゃあこのガイドバーでもいいっていうことなのかな、スチールの場合。オレゴンは厚みを変えてきてるんでですね。で、そして、私もですね、なんて言うんですか、わからないと思うんですよ、私自身も。たった 0.4 ミリのガイドバーの厚みで、違いは私なんかだったらわからないと思うんですけども、プロの人だったらわかるのかなって思うんですよね。その証拠にまた別の動画で紹介したいと思うんですけども、カービングバーでもたった 0. 何ミリ、薄くしてくれっていう方もいるぐらいなんでですね、そんなんがあるのかなと思ったんですよね。ただこのガイドバーとこのガイドバーでは質量は違いました。で、質量違うのは材質に違いがあるのかもしれないんですけど、大きなところはですね、こうして重ねてみてもらうと分かるかと思うんですけど、ちょっと明かりが、よいしょ、こうした方がいいかな。ガイドバーの厚みがこう、これだけ違うんですよ。あ、厚みっていうか幅ですね。厚みっていう言い方はこんな感じで、後ろの方は前がこういう感じで厚みが違います。あ、幅が違います。で、オレゴンのガイドバーもですね、こんな感じになりますね。と比べると、先端はこんな感じですね。で、こういうような感じになります。幅ですね、この幅が。この幅が一番小さいのは、このティンバースポーツのラ
ライトゼロフォーですね。でちょっと一応こっちとこっちも重ねてみます。こんな感じですね。中間は腹のこの辺は若干あれですね、スチールの方が太いですね。で先端はですね、こんな感じですね。若干スチールの方が細いような感じですかね。この辺りに差が出てますね。で、あるガイドバーメーカーの方から聞いたんですけれども、ガイドバーってですね、円に近ければ近いほど装チェーンには負担が少なくなるみたいです。これがこう円にこう丸くなってる方が負担が少ないみたいですね。それから考えると装チェーンに対して一番負担が少ないガイドバーはこれかなっていうような感じですね。円に近いんでですね、まあビビたるもんなんですけどね、近いって言っても。で一番細くのはこういう手のタイプになりますかね。ここをだいぶこうシュッと削られてるような感じですね。いやーちょっと意外でしたね。これ薄いのかなと思ってたんですけどね。で先端のリベットはですね、スチールは4つですね、4リベットになってますね。でオレゴンの、スピードカットはスチールの場合は5リベットですね、5個ですねという感じですかね。で現行のこれとこれの、ラミネートバーなんですけど、接着はですね、スポット溶接ですね。スポット溶接の数も、変わらないですね。この2枚はですね、この2つのガイドバーは、1234567891011121314で28個ってことですかね。1234567891011121314ですね。スポット溶接の間隔もですね、こっちと比べてちょっとここが狭いですね。なんかちょっと微妙に間隔が違いますね。現行のスポット溶接はですね、ほぼ3センチ間隔で溶接されてるんですよ。約ですね、3センチ間隔で溶接されてるんですけども、こっちはですね違いますね。この子までは3センチ間隔なんですけど、ここから微妙にちょっと違いますね。でこの辺がちょっと間隔が短いような、そこまで気にする必要はないかとは思うんですけどね。でこんな感じでしたね。ここちょっともう一回見とこうかな、見せとこうかな。これですかね、こういう感じで、スチールがこれですね。でオレゴンがですね。ちょっとこれ意外だったな、薄いのかなと思ったのに。まあ薄いガイドバー使いたいときはオレゴンを使えばいいっていうことになるんでですね。でこれはスポット溶接じゃなくて接着剤なんですよね。航空機にも使用しているような接着剤を使われてるんで、熱にも相当強いと思われます。だいたい接着剤って熱に弱いんでですね、剥がれてきたりするんですけど、このガイドバーはそんな、その接着剤が剥がれたっていうことは聞かないんで、なかなかいい接着剤を使ってるんだろうなと思います。結構これガイドバーって熱を持つんでですね、接着剤の質にはだいぶこだわってるんじゃないかなとは思います。でこんなとこですね。それでは独り言たわごとを始めたいと思います。今回はライトゼロフォーというガイドバーを手に入れることができて、でいろいろ計測してみたんですけども、自分の想像とちょっと違うところもありました。それがそのティンバースポーツのペイントでそんな風になったのかどうかはちょっとまだわからないんですけども、思ってたよりもガイドバーの厚みがあったんでですね、ちょっと想像違いっていう感じでしたね。切り比べっていうか、そのガイドバーの挟むとか挟まないとかいうのはもう正直言って、私、販売店の私には
はもうわからないところです。これはもう木を切ってる林業のプロの方とかですね、造園業者さんじゃないとなかなか体感することは難しいんじゃないかなと思います。ただですね、オレゴンにはガイドバーを2種類用意してるんでですね、325ピッチの 1.3 ミリゲージ用のガイドバーを2種類用意してるんで、オレゴンとして何か感じてるものがあるのかもしれないですね。そういうガイドバーを出すっていうことはですね、まあそのあたりのことはですね、私のあのブログとかでも書いてますし、スチールカッティングシステムっていうところでもいろいろ動画でアップしてるんでですね、それもまた見てもらうとありがたいです。チェーンソー本舗っていうブログの方にでもですね、以前書いてますんで、その時は検索フォームにですね、オレゴンガイドバーっていうのを入力してもらえば、そこのブログも読めると思いますんで、薄いガイドバーを使いたい時はですね、オレゴンのスピードカットバーを使えばいいと思います。ただですね、残念なことがあってですね、年内でですね、オレゴンは、スチール用のスピードカットバーの販売を終了するそうです。で、これは日本国内だけではなくてですね、世界販売が終了っていうことになるみたいです。うん、これはすごく残念ですね。スチールチェーンソーユーザーさんがですね、もうその選択の幅が狭まるっていうことでですね、まあ残念なんですけども、まあオレゴンさんの何か考えがあるのかもしれないんでですね、うん、ただ残念としか言えないです。オレゴンのスピードカットバーはですね、この回紹介した3種類のガイドバーの中では一番軽量だったんですよ。その点でもすごく残念ですね。ただライトゼロ4バーも 665g とですね、結構軽いんで、ライトゼロ4でいいのかなっていうこともあるかもしれませんね。世界的に見てですね、スチールのライトゼロ4バーが結構評判が良くて、それでオレゴンがスチール用のスピードカットバーを撤退したんじゃないかっていう方も いるんですけど、そのあたりのことは、よくわからないですね。ただ楽しみなのはですね、日本国内でもライトゼロ4ガイドバー、販売してもらいたいなと思いますね。軽量化は確実にされてるんでですね、そこだけはもう早めに出してほしいなっていう期待ですね。期待お願いしたいところですね。で、まあ、オレゴンのスピードカットバー、スチール用が販売終了っていうのは本当残念ですね。まあ仕方ないことかもしれないですけど。今回も最後までお付き合いありがとうございました。それではまた、さよなら。さよなら、また見てね。チャンネル登録もしてね。でね。